私の作品は自然との対話の中から生まれます。そして自然からのメッセージを動きに翻訳するんです。自然のリズムとか風や水、引力というような自然のエネルギーを私は作品を通して表現したいんですよ。ということから始まったのがこのブリージングアース。È una città fantastica, eh? È una città fantastica. Però non voglio lasciare come sogno, che voglio realizzare. Questo è osservatorio, cioè legato con cielo e terra, con vento. Kaze no koto omou to, ano ningen nante hontou ni なんて短い儚い生物だろうと思うのは、その地球が宇宙にボーンと生まれた時、もうその時から風は吹き出してて、夢というのはドリームは夢を持ってる人にだけやってくるんですよ。しかしドリームを持たない現実的に生きている人にはドリームフルなことはやってきません。